ットでご飯を食べながら、ご飯を食べながら、そう、本当はねマックを食べたかったんです。なんかさ、とりあえず私の活動期間は本当にこれで終わりじゃないですか。ほっとしたらお腹空いちゃってさ、ポテト食べたかったんだけどなんかなかったので、コンビニ、始めないの？始める。ありがとうございます。おかどん店員さんね、お箸しかくれなかった。だからあの店員さんは中華丼をお箸で食べる人に、いただきます。お茶ですか？あ、映りそう。めっちゃ似合わすぎたな。ね、そう、ね、ちょっとね、さっき。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 なんかさ、いろんな思いがね、うん、グッズありがとうございます。うん、起きるものさ、んサバンナに、よいしょ、失礼。あ、やばい、やばい、こんばんは。まちゃんとはね、本当に今日で最後だから。てことで、無事ました。ありがとう。ございます。はい、昨日ラストって言ってたんですけど、今日はさせてもらいます。やっとマフィア、やっとマフィアさん、ありがとう。たまこんちゃんそれはそうです。なんかめっちゃ早く来た。だなっていう、すごいチームメイトのことを好きでいてくださってるんだな。だけど、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 でも余っちゃって持って帰れないくらいたくさん出力。タワーありがとうございます。ステージでね、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 ステージでね。
マジでね、本当によかった、無事終わって。あ、こちら。誰が、どう上がるの？そう、チームメイトと。ね、本当になんかいいよね。ね。この先っていうか、まあ、今日でチームメイト活動休止。っていうのに踏み切ってたのかな。出して。わかんないよ。してな。可愛いコンサートだと雰囲気がする。ありがとう。うん。苦労する。苦労する、うん、目の前で見てた人なら知ってる、うん、こけた？ティーチャーティーチャーさ、うん、なんか振りが一気に吹っ飛んでさ、もごもごしてた。もう大丈夫よ。ボビーさんありがとう。ハートマジで恥ずかしかった。助けてみる。おかけさんありがとう。ありがとうございます。ヒル公園アリーナ最前で初目の前に来てくれて嬉しかった。名前ボード見えたよ、ありがとうね、めっちゃ嬉しかった。なんか本当に私うちは見つけれてたくさん嬉しかったね。結構もうね、なんかさ、たくさん大きいステージだし人数も多いからさ、見つけれなんかいるかなとかちょっと心配だったりしたけどさ、そう、しかもさ、すごい申し訳ないけど 3,4 回ってさ、うん、限界があるじゃん見るのにも、うん、だからさ、どうなんだろうと思ってたの。でもペンライトがめっちゃ見やすかった。ね、よかった。ペンライト色あるっていいなって思って、うん、あとなんか言いたいこといっぱいある。まだなんか一応ツイートしなきゃと思ってツイートしたんですけど、まだ言いたいこと本当にたくさんあるから、また文まとめてノートにまとめてツイッターに貼り付けます。なんか私は、どうぞ。なんかどうぞ。いいよいいよ、どうぞ。何を言ってたか忘れちゃったもん。私は本当に今日で最後なので、ショールーム終わったらツイートして、あんまりツイッター動かせないかもしれないんだよね。苦手なんだよね。でもちょっと動かすか、あまり手が向いたら動かすか、うん、でもなんか、あ、そう、このコンサートが本当になんか、このコンサートのためにアイドル続けてきてよかったってめっちゃ思いましたね。なんかさ、いろん何回も日かやめようと思ったけどさ、うん、思ったことあるけどさ、なんかそこでくじけずにやめなくてよかったって思えるようなコンサート、ね、本当にね。あ、この日のために私は AKB のチームって入ったのかなって思うくらいすごく楽しかった。みんな絶賛だったんじゃない？でもなんかまあ、ファンの方のね、どうかわからないけど、もうメンバーは楽しむわねって、まあ、しっかりやりつつ楽しもうね。エンジンから泣きそうだった。楽しかったし、いや、でもそう、今日私終わり夜はポニーテールにしたんだけど、ポニーテールがみんなすごい多くて、いや、まあ、でもハーフポニーとはめっちゃいた。そう、でもまあストレートポニーで髪の毛めっちゃ長いし、わかった、みんなわかりましたか。なんか結構みんな巻いてて、ここら辺の長さの子が多かったから、うん、いや、分かるかなと思ったけど。で、あ、京都先生からもね、黒い天使素敵でした、ありがとう。黒い天使すごいね、楽しかった。なんで今いや、ちょっとさ、ミスったと、ちょっとぐらついちゃって、何回かヒールで、うん、もうなんかさ、こうさ、こう回った時とか、アリスの夜にはやばかった。そう、ロングストレート分かりやすかった。よかった。そう、イエージーしんちゃん先生ありがとうございます。そう、ね、残したら食べる。お腹いっぱい。
のんびりじゃ食べる、うん、はあ、ハッツの目の前に来たよ。あ、うん、関係者席でね、ちょっとメンバーのお母さんたちを見つけてしまうてお世話になってるメンバーの。もうさ、そう、そこ行った瞬間気まずいって言ったらすごい申し訳ないんだけどさ、あ、そうそうそう、ペンライトがないわけだからさ、一瞬こうやって最初気づかないんですよ、うん、こう外れて手振ったら、うん、なんか落ち着いてね、ここと思ったらわ、ここ関係者席やってなる。うん、美味しいよ。昨日よりめっちゃ見つけやすかった、よかった。うん、かっこよかった、嬉しい。久しぶりに初めて嬉しかった。足は問題なかった。足はまた詳しくノートに書くんですけど、そうですね、なんか本当になんかギリギリ本当に1ヶ月先、例えば4月3日にこのコンサートをしてたりしたら私は多分全部出れなかったから、な、本当ギリギリ、本当この日ギリギリって感じです。なんか本当に1ヶ月前に筋力測定のやつをトレーナーさんに見せたら、これあとちょっと厳しいよって言われて、でももう一応セットリストで出ること決まっちゃってたから、もう筋トレ頑張りましょうって言って、1ヶ月まあ筋トレっていうか、まあレッスンとか頑張りながら、すごい見ながら、ハラハラ、蜂の巣ダンスとかでもう一回同じ怪我をするかな。朝あの昼練り歩きしてもらって、だからその分も、その練り歩き分だけ、ストレッチしてお風呂入って寝ます。みんなむくみでやばいって言ったね。そう、そう、裏にいるとあんまり気になかったんだけど、そう、そう、ストリーム C で楽だと思った待ってた、マジ、地方から来る持って持って、うん、せやカラフルなの、いや似合ってると、似合ってると思うんだけど、けんさんありがとう。あ、そう、おじさん、おじいの方さ、すごい来てくれたけどさ、うん、私あんまり、私誰か分かってもらってる？大丈夫そう。ピンクかりんちゃんにも会えた。これからはつかちゃんじゃなくてはつ。いいですよ、もう全然いいです、うんうん、普段呼ばれないから カピッカー、 お疲れ様、ありがとう。今日はうつちゃん、こんな、これなかった、あつか、えー、やめにゃん、はにゃん、はにゃにゃん、なんかひかちゃんなの、確かに、うん、ね、ありがとうさん、タコでタコ、わかりますか、今日のライブで。
何時？何時？何時？いいんですか？ナンペさん、ありがとう。私が光るのボールをゲットした。ハッツっても何でもいいよな。でれーさん、今回コンサート走り切ったのはすごい、人気上も近かったらいいな。ギフトありがとうございました。ゆうたさん、ありがとうございます。ね、たた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 、初のポジションやったことあるかも。ね、あれいいいいよね。借りて、めっちゃ可愛い。パワーありがとうございます。楽しくなって一緒に泣くじゃあ、うん、楽しい。そう、お腹いっぱいになっちゃった。え、ツイートしてた、ゆりさん。ゆりさん、気のせいかな、ゆりさんのツイート見てみて、いいねした気がする。なんか会えなかったんだけどね。裏がっつり他の人とも会ってなくて、ちょっと私かっこよすぎね。めっちゃ音聞きながら思って、めっちゃドン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 っていうのが揃ってて、ありがとうね。なんかめっちゃいいなと思った。そう、感動したんだ、ゆりさん。嬉しいね。もうやばい、足がもう終わってる今。ゆりさん、ありがとうございました。3人で見に来てたの。あ、ホテホテちゃん、ホテちゃん、あとは楽屋の前にいて、で、ね、太田ゆきちゃん、うん、ゆきちゃんもあった、うん、そう、頑張ってくださいって連絡くれたの。優しいね。そう、なんかすごい、なんかね、すごくフレンドリーでね、優しい子でね。めっちゃフレンドリーだよね。なんかそう、だからなんか寂しいです、なんか LINE 持ってんの。そう、そう、聞いてそう、昨日ハルコンあったじゃん、うん、なんか、明日卒業ですよね、寂しいですみたいな、なんかまたなんかどっか行きませんみたいになって、いろいろ話した時に、でも連絡先知らないよねって、うん、なんか連絡先私知らないんだけどって言ったら、うん、交換しましょうって言ってきてくれて、あ、いいよ交換しようって言って、すごい。そしたら感想まで、さっき優しい、これすごい良かったです、いいな、いい子すぎて。みんなも初くの感想教えてありがとうゆきちゃん、コンサートお疲れ様でした。ありがとう、ホテちゃんじゃない、太田ゆきちゃん、めちゃめちゃ話してくる。そう、横内先生は会いました。リサさんも、私も久しぶりにお会いしました。嬉しいっす。55分になったら教えて。そうだね、うん、シングさん、ありがとう。ランキング読むから。涙で初回よく見えなかった。そうだな、最後はヒカもそうだったよ。感想 LINE で送るから教えて。まず来たかい、せめて DM にしてくれせめて DM にしてな。こんばんは。大人の曲やるようになった。でも言うてやない、そう、大人の曲やった。今回多かった。ヒカルはめっちゃ大人っぽかったね。ある種の夜にはの衣装がエッチかった、うん、あれエッチかった、びっくりした。でも、うん、ズボンの上にお肉乗らないように頑張った。いや、私だったら諦めるば塗ってた。でも多分、いや、きついと乗るよな、肉ってか皮よ多分。そう、でも聞いて、サイリンにお腹割れてんじゃんって言われて。面白かったよ。そう、影入る、ここに線縦線入る、うん、
確かに。ゆる子はやばかったもんね。VR ちょこちょこ見たけど気づいたかな。ね、気づいてくれた。あと今回のコンサート楽しかったな。練り歩きできたことがめっちゃ楽しかった。なんかやっぱり ね、ファンの方と近くで会うとみんなすごい笑顔で手振ってくれるし、やっぱりさ、ね、ステージからだとかだとさ、まあ多分自分のこと見てるのかなとか多分心配になっちゃうのか、そうなんか手振っててもさ、まあ、そうそうそう、私に振ってるみたいなさ感じで気づかだからなかなかコミュニケーションが取りにくいところがあるから、やっぱり練り歩きっても本当に直で見れるから本当に良かった。だから可愛い映像とかさ、そう、あと上がるの楽しい。3、4回行けなかったのがすごい残念だったけど、そうなんだよね、申し訳ない。でもなんか2回でね、2回とか行ったらたまたまファンの方がいたりとかして、わあ嬉しいと思って、嬉しかったです。大人っぽくてセクシーだったって嬉しい。あーいいね。で練り歩きで会えたりとか、あここにいたんだとかね、よかった。あれ合ってる、合ってるのかな。でもファンの方がきっと教えてくれるよね。今何時ですか、教えてください。そう、あ46分だって、合ってる、ちょい進んでるわ逆に。ひろさんありがくむちゃん、おなか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 ルールとかで多分危ないから、ありがとう、ありがとう、こちら。旅行、もう私もらった、次一般人。私は泣きました。うん。今日はコンサート頑張っていきましょうって言って。私は泣いた、うん、みんなメイク今から出る、だからみんなそうだからもう泣くブロロ落ちてきちゃって、ここがさ何個か流れた、さだよ、そう来てくれてた、ね、なんかヒカルンとかモモちゃんとかハムちゃんと一緒に行って屋台、まあ焦ったけど、ひーちゃんらしくて好きだよ、うん、よってあの手紙ですって、すごさんありがとうございます、コンサートお疲れ様し、え、まず旗と写真撮ってくるの忘れた、マミーは、うん、あ自分で撮りたかった、うん、私も合成して、セリフの MC やったじゃないですか、いや可愛いセリフ、ね、あれも私、まあ、多分自分当てられるキャラじゃないだろうなと思ってたから、当てられないと思ってたけど、もうどうにかこうにか当てられないように影を薄くしようと思ってました。いや当てられませんでした。もう本当にそういう燃えゼリフ系だけは本当に苦手すぎて、え、のぼりとかもらえるのかな、いやもらえないんじゃない、いつももらえないよね多分ああいう系って、さすがに大きすぎて、そう、スタフラが来てたんだって、北陸放送さんに、ん MRO さんかな、あのお花、あなんかスタッフさんに言ったらなんかあのちょっとあの見つけられなくてって言ってて、多分たくさん来てたんだろうね、いろんなところ嬉しいね、そうでもありがとうございました、見てるか分かんないけど北陸放送の方見たかった、
ね、あのさよならじゃないとかでバーンってさ、すごいいろいろカラーテープとかが飛んだよ。あれマジでびっくりしてってなるが、さよならじゃない。しかさ真っ先にさ一番端の花道に行くからさ、うん、痛くてめっちゃびっくりした。あと10分ありがとう。そう、ひょうかちゃんがちゃんと朝起きられますように。それな、まさかずあとマーク、ふーさんにがくまちゃん、そう、あの MC 待ってて、マジで緊張したの、暴露 MC 昼の。違う、でも人聞いて、ハッツだっけに言ってたよね。私さ、夜、まあ、夜と昼に台本があるんですけど、暴露話じゃなくて思い出話だとずっと思ってて、だから急になんか暴露話しますって言った時、暴露、何も話、違う、私はそんなこと聞いてないと思って一人でパニックになって。ありがお花、モノミシ大丈夫でしたか。まあ、楽しかったからよかったよね、結局は。リカオルイン、もう終わったからね。足はパンパンですが、足はゆる、ゆくね、まあ、ね、疲労だね、疲労だね。いいけどさ、疲労だね。いいよ、でもそれでもみんなそうよね。でも寝てた日がさ、うん、ありがとうございましたって下向いてさ足見るじゃん、うん、やべえパンパン、ね、見るたびに。そうなんだよ、ポッチャマさんありがとう、ありがとう。みんな今日ハットすごく目立ってましたよ。おさだも嬉しい。どういう悪目立ちそう、しかも今どっちで目立ってたんだ大丈夫ポッチャマさんに、なんかなんでさ、まあ、でもなんか終わりがあるから人間って美しいんだよね。いやいやいや、でもエイトはさ、私は残ってほしかったよ。自分が卒業するしないに関わらず、うん、でもなんかまだエイトは終わりじゃない、さよならじゃない。なんで言い直した、うん、書いてる。めっちゃマスクで書いてあったよ、嘘。ありがとう。私そんなすごくないけど、あ、いい目立ち、よかった、よかった。ありがとう。ね、なんかエイトのなくなるとこんな人生を送ってくださいだって。あ、それだけじゃない、でもマジで。だって一般人になるんでしょ、うん、一般人になる方だから。ありがとう。頑張るのよ。ウルナさんとマーク献血したユウさん、ウラナさん、ありがとうだわ。ちょっと少しだけのんびりして働きます。いただきます。まあ寂しいってことも変わらないけど、なんか今日のこの格好を休止するよっていうことで、より一層チームメイトのことが好きだなって思えたから、なんかそれは良かったなと思う。本当に楽しかったから、本当に楽しかったから、なんかさ、まあこうアイドルをやっているとさ、あ、アイドルなんないほうがよかったかなとか後悔するときもあるじゃないですか。ある、しんどいときそう思っちゃうよ ね、どうしてもね。あ、なんかやっぱり、まあ、学生生活もそんなちゃんと送ってねえしさ、まあ、アイドルにならないで学生になったらよかったかなとか思ってしまうときもありますけども、今日のコンサートがあったおかげで、あ、私はチームメイトに入って正解だったなってすごい思える、すごく素敵なコンサートに出れてね。しかも本当にチームエイトと一緒にいると本当にそう、合わない、なんか入ってなかったら合わないんだよなって思ったら、あなたとも合ってないんだよ。うん？って考えたらさ、ね、怖いよね、やばい。怖いよね、ちょっとね。うん。まあ53分だって、もうランキング読んでいいじゃん。先にごめんね、ランキング私読んじゃいます。綺麗すぎる。13位、アーターピョン、アットピョンズさん、12位ナナタさん、チーチーユカトツとヒカチュウ、どうなんだろうね、またチームメイトでいつか集まりたいね。ありがとうさん、ありがとう。10位ヒルコアンでヒカオシ全開の姿を初に見つかってしまった人だそうです、ランタンさんです。ああ、見た見たおめでとうございます。あったね、リアルって。よかった、ちゃんとヒカオシだったんだね、嬉しいよ。9位炎上さん、8位カイミンさん、7位サトちゃんヒカチューブさん、6位カボちゃん、ありがとう、ハートありがとうね、ヒカルン、あり、本当に皆さん今日はずっと大好きさん、遠くから来てくださった方もいらっしゃると思うんですけど、5位桜の友達さん、たくさん、4位ケンケンケンとヒカチューブさん、
け、すごくたくさんのコーナー。3位、ゆうごとひかるんは間違いなく糸の星です。さん、ありがとう。2位、こっちゃさん。1位、ゆうと、あと永遠のひかチューブ。今まで本当にありがとう。さん、ありがとう。じゃあギフトいきます。炎上さん、チョレイさん、ナーラブさん、カーアットピョンズさん、ケンケンケンさん、ナナタさん、ユウコさん、ランタンさん、分かりにくかった、コチャさん、あ、週間に合った、よかった、ちょっとさ時間すごかったもん。ユウタさん、カンスさん、トシブベスターマンさん、トリトリさん、おろしっていうのは髪の毛のストレート、アーターさん、これ分かりにくいかなと思ったけど、サトちゃん、黒い天使がさ、クマクマちゃん、ATAC さん、アタックさんかな、これ読み方、うん、読み方、うん、それでいい気がする。ウドさん、ところてんさん、ハツネちゃん、ハツネちゃん、カッシーさん、札幌の自宅着きました、よかったです、ありがとうございます。ウエラと髪型に言うちゃんさんも、タケチさんも、ノッタさんも、ありがとうございます。ウェルカムの最後よ、みんな。ねねいちいちさんもありがとうございます。じゃあ泣き見ます、はい、私も13位、ジアリン、待ってね、あ、ジオリングさん久しぶりに来てくれた、アトマーク久しぶりランクン、ジオリングさん、アトマークシンガポール、ミューディーさん、ありがとうございます。12位、シュンゴさん、シュンゴさん、シュンゴさん、ありがとうございます。11位、ヒロスさん、ヒロスさん、ヒロスさん、ありがとうございます。10位、エースのワンペアさん、エースのワンペアさん、エースのペアさん、ありがとうございます。9位、みさきさん、みさきさん、みさきさん、ありがとうございます。8位、ひいらぎアットマーク、コンサート楽しかった、ありがとうさん、ひいらぎさん、ひいらぎさん、ありがとうございます。そして7位はわさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、まさかずアットマーク、うおさん、まさかずさん、まさかずさん、ありがとうございます。5位、おかっきーさん、おかっきーさん、おかっきーさん、ありがとうございます。4位、す、元気に勇気やる気、ありがとう、仕事頑張るよ、頑張ってね、ありがとう、今日は来てくれて、すずさん、ありがとうございます。そして3位はうらなさアットマーク、はなかゆ、献血した US さん、うらなさん、ありがとうございます。タワーもありがとう。そして2位はぼっちゃまさん、ぼっちゃまさん、ぼっちゃまさん、ありがとうございます。そしてありがとう。そして1位はのり、やっぱ楽しそうにパフォーマンスしているハッツ、最高、US、頭く US さん、のりさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。もうちょっとギフト読んでよろしいですか。あ、いいよ。呼ばれてない方挙手制でお願いします。ゆうぼうさん、ありがとうございます。ひがっちさんも、ありがとうございます。クリスは何し出すのかとつんだ、もうゆったり座る、それゆったりなの、うん、はい、大丈夫ですか。桜のお友達さんもありがとうございます。カバちゃん、ありがとうございます。大丈夫そうですかね。はい、ということで皆さんありがとうございました。いや、コメントも何、昨日言ったからあれなんですけど、まあなんかあったらショールームじゃなかった、ツイッターの昨日の最後だと思って書いたコメントを読んでください。宇多田ヒカルのラストツーショット、そうですね、なんかもうショールームではいろんな姿をお見せしましたけど、まあ泣くことがたくさんあったよね。うん、そうあったけど、なんかその度に皆さんが慰めてくれて、いや頑張った ね、ありがとう、応援してくれて、あみはやかさんもありがとうございます。よく頑張った、結局何年、もう6年以上、6年と5ヶ月、よく頑張りました、ほんまにね、なんか想像してなかった、こんなにいることを。よかった、よかった、最後コンサートで終われてよかった、ひかるんが、よかったです。なんかちょっと安心しました、無事終われてね。これも時間やばい、時間取れてるか分かんない、かんない、はい、まあ、ということで本当にありがとうございました。皆さんもね、また会う日がありましたら、どこかで見かけたら声かけてね、全然嬉しいよ、そっちの方がね。まず1分半か、じゃあ使わるね、うん、ということで今日は本当にコンサート来てくださってありがとうございました。またいろんな感想とか後ほどまとめてつぶやきます、なのでまとめます。それではおやすみなさい、ありがとうございました。おやつ、はい、そうですね、私も、まあ、インスタグラムはね、この後まだちょくちょく更新を、沖縄旅行の写真全然載っけてないからしますっていう話をね、昨日してたんですけど、 Twitter でね、後でちょっとコメントをパッと長文出す、ちょプラメと同じ内容にはなっちゃうんですけど、パッと出すので、ぜひ一読していただけると嬉しいです。それでは皆さん本当にありがとうございました。また私を見かけたら、それかまあ
なんかお会いできましたらぜひよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。またね。またね。きっと会えるよ。最後じゃないから大丈夫。あ、さよならじゃない。さよならじゃない。